ロング。ボールを回してチャンスを伺います。これはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはボールを奪取しました。ルーズボールになっています。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ロング。さあスタジアムのテンションが上がります。このコースは読まれていたか。ヘッドで渡します。ここで打つ。シュートには選手が詰めています。出足が鋭い。カットします。いい形でゴール前まで持ってきました。固いディフェンスに攻めあぐねています。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。ボールはどうだ。ヘッドだ。キーパーボールをしっかりキャッチ。ロング。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。見事なタックルです。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。危険な位置です。緊張感が増してきます。このクロスはディフェンスが処理します。ここはタッチに逃れます。ボールを回しますがなかなか崩れません。リードを奪えるか。決まった。ゴール。このゴールで試合をリード。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。パスがよく走っています。ちょっと消極的。どうなる。シュートはブロックされました。コーナーのディフェンスです。どのように守るのでしょうか。クリア。なんとか乗り切った。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ルーズボールになっています。ここを起点にできるか。じっくりと出しどころを探します。さあ揺さぶりをかけていく。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここから先の出し、レフリーフリーキックの判定。このクロスボールはディフェンスがクリア。この位置からのスローイン。苦しい状況が続きます。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。ここで勢いが止まってしまいました。ボールを取りました。さてどうする。あっとこぼれた。
スペースを狙う。ヘッドで来た。入った。緩やかな弾道のボールはゴールに吸い込まれていきました。ヘッドから得点が生まれました。パワーがある選手ですね。コースも最高でした。ロング、サイドからの攻撃へ向かいます。ボールを持って中に入る。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを取った。どこ前残るは45分、後半戦キックオフです。さあスタジアムのテンションが上がります。仕掛ける前にボールを奪われました。慎重に攻撃を組み立てています。ルーズボールです。ボールはどっちだ。コーナーキックになりました。危険な位置です。緊張感が増してきます。突破しました。ひとまず前に出しました。ボールを回してチャンスを伺います。ボールを失いました。ここで網にかかる。ボールがフリーになりました。ここで打つ。シュートに反応。キャッチしました。ボールを回しますがなかなか崩れません。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ディフェンダーがクロスをさばきます。ロング、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。硬いディフェンスに攻めあぐねています。いい形でゴール前まで持ってきました。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。さあスローインでの再開です。あ、危ないですよ。これはどうだ。ボールを失いました。パスを2人で交換します。
ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。オフサイドです。決定的でした。さあスタジアムのテンションが上がります。相手のゴール前でパスを回します。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。横へ展開をします。あっとこぼれた。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。危険な位置です。緊張感が増してきます。出足が鋭い。カットします。フィールドの中盤でボールを奪いました。ロング、ボールを運びゴールに襲いかかります。これは止められます。ボールを回して味方の上がりを待ちます。これはファールです。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。いい形でゴール前まで持ってきました。このボールはタッチを割ります。スローインです。タックルでボールがこぼれました。ロング、カットしました。ここはどうするでしょうか。さあスタジアムのテンションが上がります。ロング、こぼれます。先に反応、ホイッスルが鳴ってファール。フリーキックとなります。打てるか。危険な位置です。ロング、コーナーに向かいます。頭で合わせる。頭で捉える。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。ボールを運びゴールに襲いかかります。打ってきた。まだあります。スコア。リードを奪えるか。決まった。スペースを狙う。ヘッドで来た。